はい、どうもハリウッドでございます。本日もレトゲー10分チャレンジアーカイブですね、やっていきたいと思います。今回のドラゴンボール3ですね、悟空伝です。3は多分1回もやったことないと思います。まあ悟空がまあちっちゃい時から大人のなる悟空、ピッコロ、マジュニアスよね、やっつけるまでっていうところなんで、まあドラゴンボール完結編っていうところになるのかなと思います。タオパイパイさんもいるんでね、まあシリーズ、まあどこら辺の話なのかなってはなんとなく予想がつくかなと思っています。それでは10分いきたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価、感想もコメント欄でいただけたら嬉しいです。それでは行きましょう。多分相当難しいゲームだと思います。昔々のこと、都から数千キロも離れたのある山奥、たった一つのどんな願いでもちょっと日本語はおかしいですけどね、叶えてくれという7つのドラゴンボールを求め、悟空とブルマの旅が始まります。悟空の願いは、亡くなったおじいさんの遺言である天界寺武道館の復活。え、そうでしたっけ？そんなあったかい？オリジナルストーリーですね。悟空たちの持っているものはドラゴンボールの通信中とドラゴンレーダーだけ。さてこの先どうなることやら。そんなドラゴンレーダーにお願いしなくてもなんかいけそうですけどね。あれ ?1、2、3。これ何？亀星悟空修行じゃ。わしより大きな数を、大きいか同じ星のカードを出す。これ OK ですね。まあよかろう。2。はいはいはい。いやもう次。あ、いた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 。え、いたね。なかなかやる。4か。多分弱いカードは、で、ドクロはさすがにやばいっすよね。でこっちにいたら何があるかが、結構分かってはないんですが。じゃあ防御力は、まあ、修行のとこ行った方がいいのかな。結構分かんないんですけど。急に敵とか出てくるんですかね。分かんないんですよね。なるべく、ああ、あれ、もう一回使ったら戻せないのか。最悪っすね。あそこになんかあるで。アルデバライ。11とかいらないから。5っすね。ここは？来たよ。ここはとある村。調べる村。不気味に静まり返る。静かですが人の気配がするか。鍵はかかっていますか？じゃあ、進もうか。え、どういうことよ？どういうことよ？何を言ってんの？まだ行ってはいけま、あ、ドアを壊します。悟空はドアを壊すと中から突然、村人が現れ、斧で悟空の頭を思いっきり叩きました。叩きました。さすがの悟空もダメージを受けました。誰よ、この。やっぱりダメだったか。すいませんでした、ウロン様。いや、すいませんじゃ済まないけどね。ウーロンって誰だ？よう言えんな、頭いかれて。ウーロンというのは、この辺りに住んでいる妖怪で、姿を変えられる術を持つ恐ろしい奴で、本当の姿は、誰も見たことないのですが、こいつがなかなかのスケベ野郎で、すでに何人もの娘がさらう。あ、もうめちゃくちゃにされてますね。めちゃくちゃにされてますわ。一体どうなっているのよ。俺はそいつをやっつけてやる。退治してくれたらご馳走させていただきます。来た来た。恐ろしい山賊の姿のウーロンが現れたか。喋るか。お前らリブルだ。俺はこれとめちゃくちゃ怖いんだぞ。俺がお前やっつけてやる。ヒョン君早くやっつけて。おプリプリプリやる。プリプリやる。さすが古いっすね。好きあり。僕はあっという間にウーロンにノックアウトしまして、しまいました。そしてウーロンの正体はなんと小豚さんでした。この子は、ウーロンの正体。展開の速さ。やれ、心気もなれんわ。さあ約束のご馳走です。僕はたくさんご馳走いただいて体力が満タンなの。そしたら食べ物ももらったか。ほんとウーロンも僕たちの旅の仲間に加わった。いや、展開よ。展開よ、これ。旅なんてめんどくさいな。まあ、だよね。もうやることはないかな。ってことは、まあ移動でも多いですね。何しに来たかよくわかんないですけど、ね、何をしに行ったのかが
マジわからない。ハテナはなんだい？竜、おめえの持ってるカードさあ、全部公開すっぺ。まあまあ、いい風に働く時もあるんですよね。一応ここ入りたいっすね。これは？どれでも好きなのを選んで。生命力が完全回復。ああ、こういうのはいいっすね。3以外、4がいいっすね。やっぱ修行をして。僕は修行じゃ。わしより大きいな、か、同じか、漢字か。に、あ、これは楽勝っすね。レベル上げたいんですけど、バトルもないしね。まずバトルがないという。勝手になんか敵に会うっていうわけではなさそうですね。あー、まただ。まあいいっすけど。亀がいるで。ちゃん亀が。ちゃん亀？ちゃん亀助けたいっすね。1枚か、星4。はいはい。3。あんま大きいの使いたくないんで、ちょっと刻みます。ちゃん亀。山の中で突然ウミガメが現れたか。ウミガメっすね。いた私。ウミガメなのに、松茸狩りに来たですが、運の尽きで、みんな食べれる。道に迷う。目を求めてさまよい歩いています。それで大佐に尿意棒を山賊どもに奪われてし、困ってるか。松茸はくれないのかい？俺がその尿意棒を取り返して、海へ連れてってやろうか。いいでしょう。ありがとうございます。もう別調べるも何もないっすよね。本当にウミガメですってない。まあ別にもう何もないっすよね。僕はウミガメを背負っていきました。そのため、悟空の移動力が1減る。あー、なるほどね。はぁ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 。てことは、1、2、5はダメだから、1減るのね。どっちに行けばいいんだろうよ。こっちでいいのかな？よくわかんないんですけど。どこに向かわされてんのかが、よくわかってないですけど。この、ドクロマークがもしかしたら、バトルなのかな？なんかそんな感じっぽいっすね。うん。ちょっとバトルしたいっすね。ポポロ出したカードと星の数、技の種類、感じる数、いずれか。同じもの出す。5か1か。これでいいのね。レン、4。これでいいぜ。じゃあちょっとさすがにバトルしましょうか。多分これバトルってことですよね。山賊から言われた。レレ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 、じゃんけんしかないのか。じゃんけんだ。どれくらい？僕の強烈な刺激10か。カードが強いんで多分楽勝なのかなと思ってるんですけど。シャン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 からのシャンシャンです。強烈駅ロック。あ、やっつけた。はい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 。やっぱカードをちゃんと処理しとくというか大事ですね。もう一回戦います。バトルに飢えてるんでね。相手のカードより高かったらこっちは攻撃できるって多分2と一緒ですよね。まあ、じゃんけんしかできないんですけどね、最初は。攻撃つない刺激。オッケー。相手の防御力が低かったからね。相手が持つ生存を食べたりとか完全回復か。これも2ではありましたね。ここは？ここは山賊たちの砦。ウミガメは関係ないんじゃないの、ここは。こいつらが私たちの追い棒。ああ、じゃあここか。冗談なので、あの砦の中は、目になってる、山賊捕まって、怖いちまってな。決まってら。やばいんじゃないの、確かに。草むら。周りは山ばっか。これはもう、入り口に行くでいいのかな。
こらら貴様らここどこだと思って山賊見つかってしまいました。今戦うしかないですね。4枚か。さっきカード使ったんで正直あんまいいカードが残ってないんですよね。シャン、あ、突撃ってことですね。14ぐらい与えたら多分やっつけれると思うんで、オッケーですね。こっちか、こっちの相手に攻撃を与えればもなく、こっちがガンガン入れていくっていうのが理想ですね。多分こっちですよね。これ多分やっつけたんじゃないですか。オッケーですね。はい。なるほど。レベル、ちょうどレベルになった、なりましたね。いや、多分2より3の方が、はぁ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 。なるほどね。こうやって、上げれるわけですね。はい、ということでちょうど10分過ぎたんで、これ終わりたいと思います。まあ、ドラゴンボール2に比べたらかなりやりやすくなってるようなイメージで、2はもうちょっとゲームバランス悪かったですからね。まあ、これから、強襲者IGになって、激震フリーダーになっていくってなったら、やっぱだいぶね、カードゲームではあるんですが、かなりの進化を今後、告げていくんだな、というふうに思っています。ということで、今回はこれ終わりたいと思います。それでは、失礼します。バイバイ。